していったが、静香は山の方かマスコミにひどいことを書かれて、静香は本家を予言していた。島中の評判になったんだ。以前から星が力があったらしい。ステリガンというやつ。そのうちも好きな学者がおれた。お前も聞いたことある。生駒平八郎。追放された人。生駒の博士は、静香を東京に連れて出して、事件を繰り返した。超能力の実在を証明しようとして。その話だな、聞いたことがある。でも確か事件の時、人が死んだって。生駒博士は大学を追放されてからの足取りがさっぱりつかめない。過去も不明にしかないだろう。博士を探してどうするの？静香は娘がいるはずだ。ここが。待ってください。お願いです。静子さんのことを聞かせてください。話すことは何でもない。静子さんには娘さんが…そんなものはいない。I can give you the best of me.
司さんのことが嫌いじゃなくて、ただ傷つきたくないだけ。後に変わる。すいません、失礼いたします。どうぞ。この人は生駒博士？はい、私がこのうちに来る前のことだから。じゃあ、ありがとう。ふざけんなよ。私何も知らん。